今はこれこんな素晴らしいコールで皆様方とお会いできまして大変嬉しく、また光栄に存じます。わずかな時間ではございますが、私どもに伝えられた東道というものについて少しお話をさせていただきたいと思います。本日の命題に、ございますように、日本の伝統文化としての武術というものを見た場合、それはどのようなものであるかということをちょっと考えてみたいと思います。私どもの小さい頃から大人になった頃ぐらいまでは、現在私どもがやっているような体の構えとか動きについて、それは一般的には否定的な見解が常識でございました。ところが、その型というものが、一般の方々、あるいは一般の武道家に否定されるような形なんですが、なぜそれを、じゃあ昔の侍は稽古したのか、それに命をかけて戦場へ出ていったのかということを考えますと、家に伝えられた型を現代剣道のようないわゆる一般的な正しい姿勢と言われている直立した形のものに勝手に子孫として変えるわけにはいきませんでした。そこで、自分に伝えられた型というものを見直してまいりますと、型というのは一般的に言われているような実践の模擬とか実践のひな型として、まあ、切り合い、あるいは投げたり突いたりという剣術、柔術といったようなものとして、存在しているのではないということにまず気がつきました。まあ、常識的に考えまして、例えば居合術ですと、多くの方が肩ですね、多くの方はほとんど座って、肩を抜くという形になっております。そういたしますと、相手が肩まで切りかかってくる、あるいは日常相手が抜刀してかかってくるという場合に、ちょっと待ってくれと、座るまで待ってくれということはできないわけですね。それから剣術の場合も、刀の扱い方というものが型というものに限定されますと、非常にその数が変化が少なくなってまいります。それと戦場へ出た場合に相手が型の通りに切ってくれるということはまずほとんどないと考えるのが常識であると思います。特に柔術などは座った状態で相手と組んで攻防するというのがまず基本の形になって、それから立ち合いだとかという順次型が変わっていきます。ところが、そういう昔であっても侍が座って、相手の指を取ってで担当でついていく、そういう状況が果たしてそういう時代にも起こり得るのかどうかという問題がございます。そのような常識的な観点から型というものを見た場合に、まず大変非常識なことを型は教えているというふうにまず感じます。で、型が段階になっているということ自体が実践のひな型としてではなく、ある何か今後の術を身につけさせるための段階になっているというふうに見なければならない。そこで現在は昔ダメだダメだと一般的にあれだけ否定されてきた方が、ほとんど今日本では私が主張しているような
見解に多くは傾いております。でその型を見直した結果、ダメだダメだと言われてきた型を見直した結果、何が生まれて見えてきたかといいますと、これから一つずつご説明したいと思いますが、古い言葉で生き抜く、それから無足農法、それから順対法、それから最大最小利用といった理論として認識することができます。まずその基本の型というものが非常に手順が複雑にできている、で上級になるほど簡単になる、これも常識からすれば逆ではない。初心者が簡単な型を勉強して上級になるに従って複雑なことを勉強する、ところが型の世界はそれが逆になっております。そこで、私どもに伝えられた型とは何なのかということで、今申しましたような理論という形で、現在は稽古を続けております。そこで、それとりあえず、型を少し、剣術、柔術、槍術と、その型の一端を少しご覧になっていただきたいと思います。それでまた、ご説明を続けていきたいと思います。切り上げるというふうな固定概念でこの型を理解してしまいますと、それはまさに境外が役に立たない型、使えない型、私の子供の頃からダメだダメだと言われてきた型そのものになってしまうんですね。昔から特に槍術は一番難しい種目とされておりまして、槍の稽古は限られた選ばれた弟子が稽古しておりました。で、来られたら、私の方ばかりでなく、ゆっくりと稽古をするということが、稽古の常道になっております。
はい、動きにつながるのかというと、それは等速度で動くと、あらゆる方向に関して等速度で動くということが、この一つの理論になっています。加速度運動でないから、最高速の動き方を、動きではない、動き方です。最高速の動き方をゆっくり学ぶことができる。これは現実も順復も行わない。理論が一つで なければ、一人の人間が一生かけて、充実、現実、現実、あるいはやりだとか、どうだとか、いろいろな技術がございますが、とてもではないんですけど、理由が変わって動きがそれぞれ違うということになると、勉強しきれない。それこそ肩の形骸を一生かけて勉強しているということになってしまう。新武漢では充実が堅実を引き上げるというふうに言われておりまして、充実を優先にと稽古しているというふうになっております。もっぱら稽古では中央の速さ、各人の中央の速さを持って稽古をいたします。で、先ほどの理論に付随して、力の絶対的否定ということがございます。この辺は言葉では100万円費やしても伝えられない
私が絶対力を使わないと申しましたけれども、絶対力を使わなかったら人間の体は動かないので、何もお伝えしたことにならないんですね。で、力を抜いて柔らかくと言いますと、一般の方は体を柔らかくリラックスさせるということなんですね。そういたしますと、渋滞法という理論から外れることになります。渋滞というのは、手足を動かさない、手を動かさない、体を動かさないということなんですね。そこで、体を固めたまま動かそうといたしますと、必然的に硬くなり、柔らかくしようとすると、渋滞法が崩れる。体の中でたわみが出たり、関節の微細な部分で、たわみが出てしまう。先ほど十手をやりましたが、例えばこの太刀を丸く巻き取りましょうという方がございます。そこで、まあ、私が普通に立ち上がるしようとすると、左足に重心が移る。明らかに、明確に重心が移って、右足を前に乗せる。こう、今、立とうとしてるんですね。今、これぶつかって、力はそんなに逃げてないんですけど、ぶつかってます。で、動かないから、もっと力を入れて、これ体力が違えば相手の体勢が崩れますけども、そこで、先ほどの無足の方といって足を使わない、足がないと言葉の理論に従わなければならないことになります。そういたしますと、我々が普段日常を歩行したり動いたりしている時の重心の変化、歩き方、走り方、いうものは、この剣の世界では使えないということがわかります。それから、今申しました、順体法ということで、手が先に動けばぶつかる。相手の足に今、この形の力が使ってぶつかってます。それを、まあ、今、基本的な大原則の形でやります。そうすると、重心の移動を極力控える。それから蹴り足を使わない。それから順体法に従って、手から足からというのではなく、全身一塊にして一調子に動きます。で、その際に意識としては力を抜く、あるいは自分の動きを消す、足の動きを消したい。とにかく相手にぶつからないようにとにかく。これが順体ですね。で、皆さんが、あれは私の弟子たちが稽古しようとすると、そのように動こうとして、一生懸命皆さん稽古しておりますが、動けない。自分の体がそのようにはなかなか動いてくれないということがまず理解されます。このように、実践の思いとして、いくつか複雑な形が戦場の中からあって、それを抽出して、その模擬的な型を、工房を勉強しようという方向で稽古をしていたのでは、自分の動きが絶対に変わらないと。今、稽古をしている動きの挙動さ、あるいは歩くことも、手を上げることも、下ろすこともできないという自分の体が、あそこにあるということが、こういう型というものを理論として勉強してみて初めて見えてくることなんですね。これも十点も同じようなあれですけども、こういう相手との触れ合いで、相手を崩したり、こういう動きを何か操作するというのは、先ほども言いましたように、充実を極力勉強していかないと。自分の筋力、体力を使ってしまっては技にならない。まず、太刀を受ける。受けるということ自体が大変な難問題があります。
じゃあ普通にじゃあ言ってもらいます。ここに入ります。まあ合気道とか少林寺とかそういうのをやっておられる方はよく見る傾向だと思いますが、まあ我々の勉強していることというのは目に見えない情報が非常に重要になっております。それは絶えず柔らかい傾向、心を柔らかくして傾向していくと自然に読める相手の気配が、動きの気配じゃなくて思念の頭で考えている気配などがなんとなく分かるというような形で、見えるようになっています。それで、まあ、型としてやるんですけども、ただ型だから順番でというと、さっきから何度も申し上げてますように形骸を稽古していることになってしまうんですね。そうするとこんな忙しい現代に形骸なるものを勉強している暇はないんですね。もう少し自分の納得のいく、自分の人生で納得のいくことを勉強して、いきたい、見たいということになりますと、昔の侍が命を懸けた武術の型というものは何なのか、どんなものなのか、その昔の侍のやった型そのものを勉強してみたいんですね。といたしますと、相手が刀を構えて、こっちはこういう勝負機で、まあ、勝が終わった人が、次はこういう勝負機を勉強するという段階の、お話ですけども、それぞれに、先ほどの無足の棒ということがあって、足を使ってはいけない。とりあえず、今、半身になっておりますから、肩を引かれるように、体を倒すようにして、歩を進めるというのが無足の方の原理原則になっております。ところが、おやりになると分かりますが、こういう構えを取ってみても、なかなかその構えに助けてもらえない。どうしても前足に重心が一旦移って、右足を送る。右足に重心が移って、左足が出る。これが普通の歩き方。これで相手の足に今ぶつかっているので、ちょっとこれで今ぶつかってしまいます。と一歩も歩けないという状況が出てきます。体力でどうこうではないんですね。我々の勉強している世界というのは剣の刃物の世界、体に触れたら切れてしまう。怪我をしてしまう、命がなくなってしまうという侍の世界の身体技術を勉強したいと。ですから、先ほども言いましたように、力の絶対的否定ということがございますから、いかに身体を働かせるか、それだけに集中をするというのが侍の世界ですね。ですから、これで出ていくときに、こういう普通の形は、型の格好をしておりますが、日常的な普通の歩き方で出ていったんでは何も生まれない。ですから今お見せしましたように、我々の日常の稽古の多くの時間というのは充実で体を作るということもございますが、それぞれの一つ一つの型を今のような受けをつけて、その一動作一動作、一歩一歩勉強するということの時間が大変多くございます。まあ、型ですと礼をして形を抜いて構えを取ってで、型に入るといった時に、じゃあその侍の礼はどうなのか。先ほど言いました侍の動きというのは止めることができない。だから暴力的に強いとか力が強いとかということではなくて、理論化された身体としてその動きを止めることができない。自分の方にそのぶつかるような力ではないということなんですね。それを見てもらう。少し雑に今カウントを使ってます。
これ過去にぶつかるし、おばさんが疲れます。私は積極的にこの彼の邪魔しようという、止めようというのではないです。この上は彼の動きが正しいかどうか、いきなり腰に振るか、足にぶつかるか、というところだけを見て、お互い様ですから、そういうことをおっしゃるんです。姿勢を整えて、きれいに来たときは、腰にいきなり来るんで、かかとにぶつかっていかない。まあ、そういう一つ一つの動きを検証しながら、通して肩を勉強しようといったときに、相手は切るつもりで、打っていきます。そこを受け流し方をすると、今のように相手の動きによって吸収されて太刀が死んでいきます。効果を失います。それを受けに行くと。手を出して受けに行く。まあ、その辺の段階の方は足も使いませんけれども、行きますと、これ、自然にの受けの十手が上がってくると、やっぱり逆に引き込まれて、それ強く打ってしまう。それが人間の体の反射筋肉というんですか、その視覚に入った相手の動きによっては、強くなったり弱くなったりする。それと、まあ、見えないものの一つなんですが、正中線という言葉がございます。ただ正中線と言いますと、これは解剖学用語で、ですから、赤ちゃんでもなく皆さんもそれぞれお持ちの体の軸線なんですね。ただ私は、造語をするのが嫌いなものですから、そのまま貧乏感の正中線という片目貧乏感をつけてますから、一つの見えざる、しかし重要な武術的身体にとって重要な体の中心線、横になってもあるという、体の気をつけして軸線という線ではない線を重要視しております。その辺がお互いに稽古してまいりますと、見て取れるようになってくる、発揮できるようになる。そうしますと、打つ方は、例えば私がこうどんな体を出していても登っている、そこを目指していく、顔だとか首だとか一般的なそういう狙いどころではない、一番切られては困る場所を切っていく、まあ、これは稽古ですから、その正中線をまず立てて、こう入ります。そうすると切る人はこの線を見て切っていく、入ってみます。これは割られちゃったんですね。今はちょっとそういう攻めが強いので点滴聞いてもらおうと思ったんですが、やめられちゃう、逃げられちゃう、まあ、ちょっとこれで来てこうかというと、今これは意識的に正中線をずらしたんですね。それでこっちに流されて崩される、まあ、そういういろんな体の働き、心身のやりとりが、その稽古の段階段階の組みに応じてあります。いかにも形骸化された形として、1、2、3で出てって、こう切って、こうやるんだという稽古の方法というのは、瞬間にはないんです。各人の中央の速さで稽古する。それで、まあ、ちょっと肩の、今のようないろいろなことがあって、それで、これは同じように剣を学んでいるからどうしてもこういう反応をしてしまうんです。ということは、彼はこの段階で何かそこにある切っていく前の状況の変化というものが読めているということですね。これは今こっちに切ってくださいという順番を申し合わせてやってるわけじゃないんですね。私が勝手に変化しているだけ。それで、まあ、入りました。で、この太刀をどうやって取るのか、まあ、巻き取る方をやりますが、普通はこういうふうに崩れてくれないんです。大体、まあ、多くの弟子たちが今、苦心参加して稽古しているのは、受けを取ってくれなければ、こういう状況になってしまう。これはどの方やってもそうですね。
片目通りにならない。だから片目に受け取ってくださいよ。それは警戒なんですね。何もない。それを、こう、循環、無職の方から力を、自然の、よく生まれた皆さんの日常的な力を使わないということですね。そういう理論から外れない、それから等速度で、等速度で動くというのは動いてないのと同じことです。こういうふうに飛びたいんですが、まあ、ここまで行かないんですけど、行ってもらって、で、力を使わないようにと言って、確かに力入れてませんが、こういう回し方だと、ぶつかってしまう。このぶつからないことを見つける、言いますか、自分の体の動かし方を訓練しよう。そうすると肩の一本一本が生き返ってきます。昔の侍がなぜこういうことに命を懸けたのかということが納得できるようになっています。それで、とりあえず、こうなってしまう。等速度で、動きましょう。それから、脳死、重心の移動をしない。それから、床を蹴らない。それから、力を絶対否定。そういったことを絶えず、頭の中で繰り返し繰り返し、この型の一つ一つを見直して、見直すという作業を繰り返します。そういたしますと、これは柔術の立ち合いの方になりますが、なぜ座った方より難しいかというと、足が素人の人にいきなり立った形を教えると、足を今までの自分の足の使い方で使ってしまう。そのために、まあ、居合が最高に難しいというのは座った方しかないから、柔術でその座った、エトリといって座った形から勉強させるというのは、足を今までの足として使わせないために座らせる。で、手順が多いというのは、人動作、人動作を、剣をする動作に昇華させよう。そういう意図がございます。これは何をやっているのかと言いますと、まず人間の体っていうのはよく回ります。腰を開くということ、腰を回すということは全然違います。足を一歩引いて、半身に行くから、それを、こういう使い方を、まあ、してはいけませんけど、はじめは皆さん、それを少しずつ訓練をしていって、腰を開く、腰を開く、回さない、そういった人も、で、手足体が一致してまいりますと、非常に動きが見えにくくなります。で、肩を回して引いたというようには相手には見えません。待機します。ちょっとこう回って、まっ、本人はまっすぐ出しているつもりでも体が回りますから、どうしても初心の道は手が内側へ入ります。そうするとこれ、将来取られて、返される。もともとはこれはいわゆる霞打ち などと申しまして、相手の目打ちしておいて、でこの肘を折って、で、足を取って膝を決めるという方なんですが、力仕事ではとても、これどういうのかな、この腕、肘一つ曲げるにしても、もし多少何かで曲がったとしても、その後、
足取りの時に股の伸びで戻ってしまう。そうすると、こんな方は役に立たんということになってしまう。これは、剣の世界の充実なんだ。相手は刃物で自分の動きを消したいと、立ち上げの動きを消したいと、相手に自分がここにいるということを消して動きたい。それで、基本的な今その、これだけの順序を型として動くということは至難の技になっています。それで、我々遊び稽古と申しますが、日常的な一般的な形、だとか、型の一端ですとか、いろいろなものを取り出して、崩す練習をしています。でこれは相手は力を入れて、返品腰ですから、で、今、私の肩は動いています。あと、力の抜き加減というのがあって、あと、休日にもありますが、立ちを触れろ。解剖の教科書では、挙動された上腕を引き起こすのは後背筋である。それを一般の方々は、この上下の筋肉部分で腕を締める。そうすると、これはぶつかります。そうすると、髄筋、髄的に動かせる筋肉とされている筋部分ですけれども、どなたも初めは動かせない。ぶつかってしまう。ということは、剣を素振りができない。剣を振り下ろすことができないということですね。それでなおかつ、力の絶対的否定ということがあって、まさに、後背筋の働く。周辺の筋肉はそれを邪魔しない。刃筋を通すための稽古というのは、そういう、自分の従来の筋肉と神経との関係の働き方を変えていくという、そういう作業を変える、勉強しなければならない。でそれで、全体という速度、それから力を使わない、その辺の説明なんですが、その後、最大最小の量というのは、なかなか多くの方に理解されずに、誤解の多い理論なんですが、分かりにくいので、型の中でちょっと説明させていただきます。太刀の型なんですが、これが相手が出てきて受け直しました。そして、打ち込みます。この時に、一般的には腕を上下に振る。動いている時間を削る。そこで、受け直して、これここなんですね。今、受け直した状態から、打ち込むまでの腕の動作だけ見てみますと、最初の動きしかしてない。で、さらに、この腰の形から前に入っていくときに腰をさらに起こすというと、この位置からこう打っていったのよりは、私腰が落ちてますから、高くなってこの腕は、振り下ろしに行くんではなくて、逆に上がってるんですね。ということは、正面から見た場合に、一般的なこういう打ち込むという、こういう動作がない。こういうふうには見えないんですね。こういう打ちではないんです。で、しかも、半身から半身の変化ですから、自分の体に対して前方方向には打ち込んでない。ここなんですね。これで右足が出たときに、ここに太刀が来ている。それで行きますと、それを人調子に合わせると、こういう形になる。
正面から見た場合の腕の見え方というのが、こういう上下の形が見えない、消えてないんです。そういう部分の運動がないんですね。どうも入ってくる、受ける方としては非常に受けにくいという一つ一つの動作を、自分の体の動き方を理論化させなければならない、型によって理論化させなければならないというふうに私は認識しております。で、力の絶対的否定ということがございますので、力を使っていたのでは、この母系の脳神経を振り回すことができない。でしかもこれは基礎理論ですから、戦場で、さっきも言いましたように、戦場でこの型を使おうなんていう考え方はないんですね。これによって今、太刀を振るとか、足を運ぶとか、相手を崩す、相手の獲物を取ろう、というような時に、どのように自分の体が動けば、思ったように、そう相手を操作、あるいは切ったりすることができるのか、自分の身体の理論化のために型を提供している。で、こういう発想の考えがございます。これで、周りを詰めて、固定を切る。で、割って、突き。で、切っていくところを腕を切り上げる。手順はこういうことなんですが、先ほどの見えない要素というのが大きく働いております。お互いに腕を切り上げました。で、割って突きます。この時に、受けは右腕の開きを使ってこちらが崩される、あるいは崩されそうな、その脅かされるわけですね。それでこちらの防御、防御台になる、そういう要素がここに一つ、そのこの一動作になります。右胸を引くといっても、大体さっき言いましたように回ってはいけない、回ります。そういう一つ一つの動作を緻密に稽古しています。これで今度は相手が打ってきたから、その腕を下から切り上げた、これはとても間に合わない。そこでこれで引き崩して相手に打たせてですね、打たせてその腕を切り取っている。そういたしますと、この相手の崩しを何回も何回も稽古するで入れる。先ほどの不足がありますから、上位の稽古になると、足を、同時に入れ替わりが同時になってまいります。で、同じように上位の稽古も腕を切って、その変化として、正座の構えというのは肛門に便利な構えで、各流各派勉強に力を注ぎますが、下半身に隙が出やすい、そういう当時の侍の常識として、この方は足の攻防を同じように各自の段階で稽古いたします。で、力の絶対的否定ということで、太刀をこれが今指に乗ってるだけで持ってないんですね。乗ってない形で支えています。そういたしますと、次の受け直し、抜けなきゃ直しない、抜けば抜くほど早くなる、それで昔から力を使っておりたんだと。こういう、これは
切ってきたから売れたんではなくて、相手に切らせる。で、第一動作。これで相手が崩れるかどうか。そこで素振りというのが極意になるわけですね。極意だから基本も素振りになっている。第一動作、第二動作、第三動作。こういう素振りですと、隣に壁障子があっても立ちがつかない。浮きに、いわゆる浮きにということは先ほどご説明しましたように、座の前から腰を半分上げた状態ということになっていますが、つかにご手をかけて、これはただこういう形を作っただけでは形骸そのもの何もない。そこで、なぜそうなるのか。相手が立った状態で受けが来てくる、そこで状況の逆転ということが起きます。それで、左手の重心を移さないとか順体であるとか正中線を必要にさせるようなさせるような主体の全身的な協調性というものが必要になります。そこで浮きに半分かけた状態でこれ真ん中重心で膝は立っておりません。ですから足を立つための足として使っていない。これも充実の無足の方につながる、その力を使わないで足を操作するということがどのような働きをするかといいますと、体の使い方の原理を研究しているわけですから、こてごとする叩くのではないんですね。こういうことです。で、落とした位置が次の運動の視点の開始の始まりの点になります。腰は回さない。それで、次ここが視点になります。訓練をしているのではなくて、私の日常の速さ、日常の体の使い方から来る立場になります。で、これを見てください。1、2、3ですね。これは今の素振りの第一動作のところです。で、腕は一般の方が運動しますと、このようになって脇が開く。で、ちょっと筋肉が。というふうに肩を軽快化させないためには何を勉強したらいいのかということが年々明確になってきまして、現在我々はこのような立ち充実、全ての肩を一動作一動作検証しながら、丁寧に自分の動きを作るかということを勉強しています。あと、等速度を出る部分ということは、先ほど言いましたように、最高の速さ、ゆっくり蹴る。これも、今言いましたように、昔は肩はゆっくり蹴るとしていた。で、引き下がる
逆にこれで押せるかどうか。こういう本当に些細なことなんですが、一つ一つの動作、普通に一歩を右足出したのでは、でもお互い様ですから、逆に今度は一足下がる場合に、ちょっと下がってください。普通はこういう綱引き状態の方がほとんど、右足を一歩下げるという下がる動作がたった一つこれだけなんですが、どうしてもこういう状況になってしまう。出だしで引っかかりが上がってしまう。これは無足の法、順体、全て同じです。同じ理論を繰り返して、それに、外れないように、途中ですが何かご質問等ございますでしょうか。まあ、特に、奇襲伝統、奇襲、奇襲さんという和歌山の、伝えられたというものがまた伝えられておりますが、超速の息を整えると、一つの形が、で形は、一文字腰といって、こういう腰がない、かかとを出します、少し。で、では、まあ、一本、二本で、どちらでも結構強い。で、息を鼻から吸い上げていって、いったところで指先に力を入れて、と、かくに、かく力を行う。で、静かに入って、ここで吐き切ります。これを稽古の前後、あるいは稽古の途中に、息が上がってきたら、息を整えるということで、まあ、速さはその分も、運動の分も、なりますが、それとしますと、じゃあそれを正しくできるか、受けようと、止めてやろうというのは、私の動きが当たるか、当たらないか、それだけです。それを見てみたら、指先に力を、指先にその入れる力の感覚というのは、よくわからないですね。こうやって入れる感覚はないですから。指先に力を入れる。で、まあ、力というと皆さん誤解してすぐに何か別の力を出すんですけども、絶対否定という言葉がございますから、そういう種類の力ではないんですね。で、下がった。下がったとして、元へ戻します。その時に、剣の振り下ろしができない方は、降りない、ぶつかってしまう。ですから、昔の侍がやったような呼吸法をきちんとやろうと思った場合に、今のようなご自分の動きを検証していきますと、腕が上がらない、上がらなければ息を吸えないんですね。ですから、うちでは一通りこういう今言ったような説明はしておりますが、ことさら稽古はしません。それよりも、まあ、高田の一つ一つで、まあ、動きの検証という点では同じですけども、受けをつけて上がるか上がらないか、それ誰も呼吸できる人になりません。その段階によって違います。私の祖父が初心者に教えたのは、見つけをして外すと空いたから受けが打ってくる、打ってくるから読めて、でその目にマットを打つ。そういたしますと、常識的に考えて、このまま相手が早くパッと打ってきた場合に剣の上に外を連れ上げて受けるなら間に合うんですけども、ここから
この恩を断ち切り、優遇の価値基準を使って受け流すということは、これはもう、常識的に不可能なんですね。ちょっと相手が受けが早くなると、この距離で、この距離で待ってて、降ってきたから受けるというふうにはならない、間に合わない。かといって、合わせるために、こっちが勝手にこう行けば、いいよ。これはただお腹切られちゃう。でこれは日常的に我々よく記憶してますね。実際にこの働きがあって、受けを崩して打たせる、あるいは防御隊にさせてしまう、稽古をしております。そこで、この段階では相手に打たせて処理する。ですから、初心の段階と違って、目付けをして、そっと外したときに、これは固定の防御に書かれてますが、外したときに、これで打ってきてくれない。1、2、3で、ひょいをやったときに打ってくるという順序で打ってくれれば、それなりの速さで動けば、早送りすれば間に合うということはありますが、間に合うか間に合わないかという傾向になると、まさにそれは軽快感、ただの運動になってしまう。それで、まさにおっしゃるように、相手に打たせる、先に相手に打たせて、それをこちらが処理する。すると、今私は目を打ってないのに、この状況で、これで今枠を脅かされてるんですね。で、どうしても手が上に行く。で、今私の場合は、腹の声。で、2、3度続けて、じゃあ腹くんからって言って、行けば、当然今度は頭切られます。で、まあ同じように、2本目なの。これも相手が押してきたら、私の外は相手が押してくるから、引き外して、立ちを弾いて、止めるんだと言ってましたが、どうもこれおかしいじゃないですか。これで、受ければ押し込む、正直に言うと押し込むと、自分の頭が切れちゃう。どこへ押し込むの、下へ押し下げると言っても、立ちが下がれば、相手何もしないで頭切れちゃう。じゃあこれは何なんだろうか。順序があって、まあ、相手がこう来るから、その肩のようにこうやってるうちは、まあ、それは初心の段階でその肩に体を慣らすというところで。下に、その見えない、状況が、相手の状況が読めるようになってくると、相手の身体の状況を読んでますから、それに対して、押しがありますか。押しがある時に、手を使っちゃうと、立ちが変わる。これは両方で切り合いたい、守りたいという攻防を勉強してるわけですから、不要に足で使っちゃいけないという足を使って、蹴って前に出ようとすれば、その頭を。今こちらがついていれば、先にこう引いてくると、これは鉢が離れてきますから、どうしてもついていかざるを得ない状況になってしまう。もう離れたら危ない。で、もう切れてきてしまう。で、その後どうなるかというと、押されたからではない、これ動けない。相手も動けない。右胸の引きで、相手を吸い込みます。これは私もそうですけど、今までまあ長い間弟子たちを崩す側でやってたんですけども、息子がそういう結構できるようになってみて、初めて私の腰がパッと落ちる、そういう体の反応を私自身するとは思わなかったんですが、どうしても同じことを勉強しておりますから、きちんとした動きが相手にされてしまうと、最初に言いましたように、非常にこれは非暴力的で、人畜無害な動きなんですね。一般の方にとって、これは実際何もされてないわけですから。ですけど、そういう身体の動きがそこで、相手にされると、私自身の腰も、やっぱりそこから回避したいために逃げてしまう、かわしてしまう、落ちてしまう。これ、等速乗るよっていうことがありますから、速さに関係ない。
ゆっくり正確に動けば同じように崩れていく。はい、というようなものが連続しています。これはこのシャトーピンの方です。この場合でちょっと一歩出ていただきますか。ちょっと危ないのでずらしますが、いつでもいいというのは、今ただ気配が出てるんでそれに合わせて。今のシャトーの方ですけども、それ先ほどお見せした座って抜くということによって足の使い方がこう蹴って反動をつけて出たり、加速度的な運動でなくなってきて、体を一調子に動きますとそこに合わせる。これは、まあ、講義があれば十頭かでも立ちで、予定は、右手で抜かないという言葉もなかなか真実を伝えにくいんですが、右手を使わないというのは右手を背に使わない、それから鞘を送るという動作がありますから、それに完全に同調させる。で、時に我々はこの稽古をして、左右同時に、しかも、右手がここから額の上ぐらい、左手はこれで、量が違います。これを同時に、ぴったり合わせられますと止められない。これみんな同速度でやってますから、林さん実際の林さんに関係ないですね。いつ動き始めたかわからないぐらい。それで鞘は縦落としということが、まあ、昔は私もそうだったんですが、一生懸命抜けて、よく見ると、肩が前に入って詰まってきます。で、結局体が働かないで手で操作しているので、こういうことになる。ですから、なかなかもう身体が十分に働くように訓練をするというのは、とても大変な作業になります。で、これはですから、横ですから、H0。縦に持ちます。で、こうやって、これは、無事の見つけになりますが。ですから先ほど言いましたように、こういうことで立って日常、普通に腰に刀を刺した状態でどう扱えばいいのか、そこで状況の逆転ということが起きるのかどうか、それで、一応打つ気で、おりますが、なんでこれ対処できないんでしょう。これは先ほど説明したように、彼の段階として、今の私の体の身体の状況を把握した範囲の中で、ああいう状況が起きる。これは全て、何度も説明してますように、等速度で動くとか、重心の移動、足を使わない、力を使わない、一体の統合的な体の働きで、非常にこれは分かりにくい。
まあ、日本によっては私の方が先にフライングしてるんじゃないかっていう、うん、それは相手の人の速さにもよって どれでも映ると思いますけど、あのところで、あのポイントで私はフルーツなんですね。切ってきたから見たんじゃない、切ってきたから呼べたんじゃないんですね。切るその頭のところ取って いや、わざとじゃなくて、合わせたんじゃなくて、体の反応として、私もそうです。そのように、息子なり何なりが変化されると、切ろうと思ったところ、突こうと思ったところが、それます。本体はつけないですね。やっぱり防御反応として、打っていけないところには打っていかないという形で。ですから今のもそうですけども、私は彼が打とうと思ったところを捉えて動いてますので、打とうと思いつつ、見ながらこう様子を見た立ちの振り下ろし方ですと、完全に私の方がフライングで確認しているようにしか見えないと思います。打ってこないですね、様子を見てます。打つところも入っちゃったんですね。腕で出なくなっちゃう。じゃあそっちから来ますか。どうぞ、これ考えてください。これ立ち振り下ろさないような回がこちらに下げてるんですね。こういう状況になると今私はさっき説明した正中線をピシッと立てて言うんじゃなくて、その正中線の問題で、これだと分かりやすいんですか。どうしましょうか。ちょっと少しこれですと正中線立てて、ですから今やって彼らは自分が打ってこなかったっていうのは、こういう状況になってるんですね。だから切るところがない。正中線を消してしまってる。修練させてしまってる。ですから自然体のような無名前のような、かといってだらしない構えじゃなくて、きちんとあるものが消えてるという状態なんですね。ですからさらに切るべきところが見えなくなってきてしまってる。ですからなかなかこの見えないものをさあどうぞ見てください、これなんですよということをご説明するのは、最初にどうしましたけど、この言葉100万元費やしても、武術の術というところを分かっていただくということはもう不可能だと思います。これも肩のフォーム、やはり手を出すと危ないとか、手を出すと間違いが起こるということが分かっちゃうと、どうしてもあまり手は出さないんですね。こういうのは、彼の感想だとなくなっちゃう感じなんですね。